はい、それではね、レゴワールドの続きをやっていこうと思います。なんでこんなところにいるんだ？あ、街をちょっと見学してたのかな。他にね、取れるアイテムがないか、あ、探してたんですけど。早速。配信会でね、いろいろと、ちまちま アイテム集めてますんで。まだまだね、ありますね。もう山ほどありますね、これ。アイテム。本当に、何でも多分作れますね。だから、マイクラとかよりも細かいブロックで作れるので、時間がね、あと根気がある人はね、すごいたくさんいろんなもの作れると思いますね。まあ、ロケットに戻りましょう。あれ？ロケットどこだ？これ、あ、この方向か。どう？こんなとこにいたのか。X、次はマイナス244の Y の30の Z のマイナス、244。はい。順番にね、こうやって僕探していきますんでね。レジナリー材料もし集まってない人、放送見たらこれ分かりますね、多分材料。ずっとくまなく僕の放送をね、見続けていただければ、すべての座標が明らかになります まあ、宝箱ね、探してたらね、いずれ見つかりますね、全部。お菓子のバイオームだけかな。すごい遠いところにありますね。まあ、ちょっとぐるっと回ってみましょうか。今のところこの、動物のところにいるこのバーナードっていうのがいるんですけど、こいつが割と水陸両用でね、早いですね。陸上はこいつが、はい、今のところ一番早いですね。で、座標がマイナス244とマイナス244だから、この方向かな。これくらいですね。よし、行きましょう。で、Y30 なんで、ま、多分ね、地上付近にあると思います。また？あ、これ何？これは違うか。まあ、大体光ってるんで、これなんだっけ？持ってるフルイドか。これ、あ、新しいやつだ。何？幽霊飛行機ってなんだろう。この、ちょっとだけ。この樽は何なの？樽は。あ、撃てる。ミサイルがある。これ地形、あれですね。あ、壊してるわ。地形壊してる。 こんなんあるんだ。どこ行った？バーナースどこ行った？ちょっと待って。あ、いたいたいた。いろいろありますね。あれ？あれ？端っこまで来ちゃった。行き過ぎてる。途中でちょっと見失ってた。255。Z はもうこれぐらいなんで、この辺、この方向かな。ああ、ありましたね、ありました。あんなところにあったんだ。これ、大丈夫かな？声出るかな？こいつ。あ！え？あ、一発で壊れる、これ。火に弱いんだね。あっち。さあ。あと、ね、なんか。よし。さあ。8つ目ですね、これがね。もうサクサク集めていきたいです。レジェンダリーにかけるに。ちなみにね、このレジェンダリーブロックね、中ね、ちょっと空洞がありました。はい。開ける空洞にするんだったら、なんか置いといてくれたらいいのになとか思うんですけど、なんかこれだけでした。 まあ、そのうちね、建築センスがすごい人は、
とてつもないものをこう作って動画に上げたりしはるんじゃないですかね。さあたどり着きました。これはなんか特に、まあ、新しいもなさそうですね。よし、さあこれ蝶々いいですね。まあ、またじゃあちょっと探索いきましょう。探索じゃない、まずはレジェンダリーブロック取りに行きましょうか。はい、X0 だからすぐ近くですね。 Z が123だから Z 方向に行けば、こっち、もうちょいこっち、この辺ですね。この辺のどっか海の底にありますね。あの光っぽいかな？あ、違うな。あっちだ。あれだ。あ、見えましたね。さあ、真上まで来て、水の中ちょっと厄介なんですね。ここが真上かな？ちょっと水ブロックごとね、こう消していかないと。水の中では宝箱が取れないのでね。レジェンダリーブロックちょっと削れちゃうと思うんですけど、まあ、よしとしましょう。はい、よし、タコが引っかかりました。黒いタコ、うわ、びっくりした。ああ、なんかいっぱい増えて、ちょっと乗っちゃう。さあ、8つ、9つ目ですね。9個目。はい、いっぱい持ってんな。この横にね、宝箱あるんですけど、これ割とお金いっぱい入ってるんですよ。でもこれ水の中だし取れないかな。あ、取れた取れた。よし。さあ、じゃあ戻りますね。このワールドは、あ、街も、ダンジョンもないですね。寂しいな、なんか。まあ、ちょっとまた一回りぐるっとしていくか。まあいいか、また。先にレジェンダリーブロック集めちゃおうか。あ、でもバイオーム探しもちょっとしたいんで、やっぱぐるっと回っていきましょうか。もう一種類ぐらいなんか街がありそうな気がするんですけどね。普通のなんていうのかな、西部劇みたいな街と、あと普通の現代的な街と2つあったんですけど、もう一種類ぐらいありそうですね。これ何？これ何？これ初めてじゃない？ジャックと豆の木みたいな。これ初めてのとこ？お？これは登るしかないんじゃないですか？なんか上に通じてそうだもんね。いよいよ来ましたか？なんか新しいとこ。これでもバイオームは普通かな。特に何も。語られなかったんで、こんだけ木が生えてるけど、特に変わった感じではないですね。ここ、え、人がいる、人が立ってる。ちょっと待って、なんか人じゃないわこれ。なんだこれ。あ、これ前も見ましたね、このこれはどっかにありました。そうそうそう、なんかこのゲームを作ってる会社のロゴが人に見えた今。まあいいか。じゃあさっきのジャックと豆の木登ってみましょうか。ちょっと暗くなっちゃったな。お城とかね、ドーンと立ってたらいいかなと思うんですけど、あそこの先もどん雪のところなのか、上になんかあるのかな。今までね、ありましたけどね。空飛べるやつなんかないかな。ないかな、空飛べるのは。あれは？あれはじ、なんか見たことない鳥だ。フクロウだ。コウモリかな。もう、これはコウモリだよね。コウモリだ。
まあちょっと歩いて登ってもいいんですけど、ちゃんとね、文面の付近を借りましょう。はい。あ、襲われる。ちょっと待って。いや、危ねえ。あれ、見えないぞ。よし。さあ、上に行きましょう。どんどんね。さあ、何が待ち受けてるんでしょうか、これね。雲の上には、大きな、何がいるんでしたっけ、ジャックとマメ。大きな鬼かなんかいるんでしたっけ。巨人がいるんですよね。そう、有刺鉄。おお、城ある。落ちた。まあいいか。帰りは別にいいか。よし。この人は女王。クエストがあるのかな。ん？あ、宝箱。もう宝箱は、なんかもう大したもん出てこないんですよ。骨とかしか出てこないんです。取り尽くした感じなんで。でも、これだけ かな？これだけかな？これ持ってないやつかな？発見できませんって書いてある。なんだこれ？給水ノズル。これもできない。取ってないのにな。なんだろうね、これ。壊したら何手に入る？何も手に入らない。あれ？お、びっくりした。ちょっとここに来るんかい？ びっくりした。トレード。別にいいけどね。ちょっと間違えた。これ、何もないな、でも。例のごとく、何もないそう。上になんかあるかな。よいしょ。ん？ちっちゃい宝箱ぐらいかな。あ、こっちにも宝箱あるんだ。こう、どうせなら、なんかレアなアイテム置いといてくれたらいいんですけど。多分ね、もう骨でしょう、ほら。なんかこうね、レア度の高い宝箱をこう別に作ってほしいですね。もう何もないかな、上。登れるかな、これ。おお。まあ、こんな感じ。何もなかった。なんだこれ。 この峡谷とこの雪国みたいなところがあるのかな。こっちは峡谷ですよね。おっ、マリオワールドで、ヨッシーごめんの感覚ですね、今。もうなんかだんだんこう作業化してきてますね。来てますね。よいしょ。行きましょう。なんか、こんな感じですもんね。街が3つある。ここは、あれじゃないですか。違う種類の街がもしかしたら見れるかもしれないですね。今まで。同じのが2つだったらちょっと言えた。あ、タイヤ。これか。エスケープタイヤ。これだったんだ。さっき乗ってたやつ。ヘリコプター。あ、こけそう。こけそう。ちょっと待って、こけそう。置いていってた。なんぼだったっけ。100、X100。Z225 なんで、両方と増加する方がこっちですね。で、75だから多分雲の上にまたあるんじゃないのかな。違う違う違う。この、あった。あれだ。
だいぶ高いですね、75だったら。よし、さあ降りて、おっと。さあ、10個目ですね。はい。よし、じゃあちょっとこれもらっていこう。これレジェンダリーブロックそのまま換金できたらいいのにな、本当に。よし、じゃあちょっと街を、あれ、ヘリ落ちた、ヘリ落ちたな、これ。街を見に行き、あれあるけど下に落ちたっぽいな、あれないな、どっか行っちゃった。まあいいわ、地上はあのバーナードの方がいいんでね。こんなにアンモナイトみたいな、これはこの中にいたから分かるんだろうね。本当にあれ、くるくる回ってるけどないの、宝箱これ。入れない、これ以上出れないし。あれ、ちょっと待って、あ、出た、まっすぐ移動しないといけない。光ってなかった今。いたいたいた、ゴリラ強いですね。ハートの数めっちゃ合うもんな。真相、真相。海だ、海までは行けないはず。よし、逃げてきた、逃げ切ったかな。強いわゴリラ。よし、町にじゃあ行こうかな。ちょっと時間際どいですけど。よし、青い方、どこが近いかな、こっち、これどこだ、これが近いのかな、わかんないけど、まあ、まあどっかから行ってみましょう。これは見たことあるタイプですね。はい、このタイプね、赤い屋根と白い壁。さあ、じゃあもう一つじゃないわ、こっち、あと二つあるんですよね。これもだいたい集めたんですけど。よし、読み込みが追いつかないエリアの。よっと、こっちの方にある、あ、同じかな、ちょっと違う？あ、でも一緒ですね。さっき、あ、残念だな。赤い屋根と白い壁。さあ、じゃあもう一個も行ってみましょうか。じゃあやっぱ2種類しかないのかな？あ、壊しちゃった。壊しちゃった。ああ、こうですね。この西部劇っぽい。やっぱこの2種類だけっぽいですね。じゃあ今のところ。だいたいここもね、集めたんですよ、ブロック。あ、まだ取ってないやつあるな、これ。よし。あれ、この建物初めてなのかな。馬の停留所。この牛の骨とか、酒場がなかったのか。こんな感じですね。あとは、光ってる？特に光ってないかな。なんかある、ちょっと暗いな、ここ貼り付けるか、貼り付けたまんまこれ使えるのか、使えるのか。テーブル、椅子、この置き時計、掛け時計とかいいですね。置き時計こんだけぐらいかな、この辺から。いろいろありますね。椅子とカウンターは違うな。この下は一緒か。すっごい細かいものもあったりしますよ、本当に。あ、こんなシャンデリア。あとは、あ、こういうベッドなかったですね、今。よしよし。
いいですね。まあ発見がいろいろあって。よいしょ。こんなもんでしょうかね。ゴールドブック運んでる。クロワッサン持ってる。おお。襲われそうなんか。じゃあ今日はね、これぐらいにしておきますんで、また次ちょっとレジェンダリーブロック集めと、新しい未発見のバイオーム探しね、やっていきますんで、よかったらまた見に来てください。ではでは、お疲れ様でした。